天才子役と再会した。入るの？うちの芸能家なんだよ。はあ、仕方ないな。ちょっとあんたどこ中？やん。あ、ねえ、これからカラオケとか。私の家とか？距離の詰め方やばくない？仕事はしてますよ。そりゃ子役時代に比べたらあれですけど。へえ。本当は演技教わってるんじゃないの？見た作品だ。だそうだ。へえ、そうくる。興味ある？裏切。嘘だけど、それじゃあ作品が破綻する。だからこそ演技が売りの私をヒロインに起用してるってわけ。メインキャストの中でまともに演技できるの私だけなのよ。でも今なら監督の気持ちもわかる。そしてヒロインはバリバリの実力派。